お疲れ様です。ということで、夏ももうほぼほぼ終わりまして、この 2.2 リッターかなの水筒をですね、使うことはもうこの先ですね、今年はもうないわけなんですけども、最終日といいますか最後になってですね、破損させてしまいました。このロックの部分なんですけど、ちょうど少しこう出っ張りがあってですね、その作りの問題ではなくて、私がこう落としてしまったがためにですね、地面にここ激突してしまいまして、で部品が飛んでしまいました。ただですね、このロックの開閉といいますかはできなくてもですね、この飲み口の開閉はできるわけで、問題はないんですけどもね、ただあるに越したことはないですけれども、この部品自体はですね、だいたい900円くらいですかね、メーカーさんから直で購入した場合も1000円くらい、もっとだったかな、1000円くらいで購入できるんですけど、この蓋、飲み口一体のものですね。ただこの品物自体、年数は多分10年近く経ってると思うんですけど、当時購入したのが2500円とか3000円もしないものだったので、それで部品で1000円かけるのはどうかなと今ちょっと迷っているところでもあるんですよね。でやっぱり暑い、今年みたいに暑い夏ですとね、2.2 リッターだとちょっと足りないんですよね、1日外に出ていると。なので3リッターですとかね、このパール金属さんもそうですし、サーモスさんですとかね、他のメーカーさん使ったことのない、ウォータージャグってんですかね、ウォーターボトル、ダイレクトボトルかな、もちょっと視野に入れているというか検討中なんですけど、ちょっと残念ではあるんですけど、替え時なのかなと、いうことで、都合よく解釈はしてるんですけど、ただ、ものすごくですね、この底ですとかね、ボロボロではあるんですけども、この塗装もこう剥げていたりですね、ただ周りを見渡すとですね、私のこの使い方なんてもんじゃないですね。もうサビサビのボロボロのもうへこみもすごいですね、水筒でも中身は本当ピカピカですのでね、そういった使い方、まだ使われている方もいらっしゃるので、私もですね、この水筒そういった方と比べたら全然まだまだ使えるじゃないかっていう、あとこれもですね、もう多分10年近く経つんですけど、このデザインとか色とかに一目惚れしまして、これと青があったんですけどね、で一目惚れして購入してですね、でずっとやっぱり夏の間使い続けてるんですけど、飽きが全くないんですよね、そのデザイン、特にデザインですけど。で、あと改良点って言ったらですね、その落としてしまった原因がここですね。ツルツルしていて、ちょっと濡れた手でですね、こう握ってしまって両手で持ったんですけどね、それでこうツルッといってしまって、それで落としてしまったわけなんですよね。なので、そこの改良点って言いますかね、ゴムがついていたりとか、カバーがついていたりしたら、もしかしたら回避できたのかなとかですね、そういった失敗も含めてですね、次のどういった水筒にするかっていう、その検討するためのこの材料にはなってるんですけど、ちょっとこの壊れたことは残念ではあるんですけど、ただこれを使い続けようか、それとももう少し容量の大きいもの、3リットルのものにしようかっていう、こういった悩んでる時っていうのが、もしかしたら楽しさでいうとこう一番楽しい時期なのかなというふうには思います。で、来年の春先、夏ですかね、5月とか暑くなってくる6月あたりまでですね、十分に半年以上ですね、時間ありますので、
また、購入した際にはですね、また、まあ、レビューとかじゃないですけど、待たせたらいいかなというふうに思います。はい、ということで以上。